こたつや電気毛布などのコードが切れたり破損したことによる火災が相次ぎ、死亡事故も発生しています。経済産業省所管の独立行政法人がコードを無理に巻きつけたりしないよう注意を呼びかけました。ご覧の実験映像はドライヤーの電源コードがねじれて内部の導線が切れ、ショートして火花が噴き出す様子です。ベッドなどの家具でコードを踏みつけていた電気毛布や電気安価などでも、切れかかったコードから火花が飛んだり、布団などに燃え移って火事になるケースが相次いでいます。独立行政法人の NITE 製品評価技術基盤機構によりますと、同じような事故は2004年度からの5年間に185件発生し、このうち7人が死亡しています。NITEは使うときやしまう際などにコードを無理に巻きつけたりきつく束ねたりしないよう注意を呼びかけています。